ちょっと、いつまで寝ているのよ、美咲さん。可愛い義妹が帰ってきたのに出迎えもないわけ？ニナちゃんたらまた朝帰りしたの？仕方ないでしょ。大学生にも付き合いってものがあるんだから。始発で帰ってきて眠いけど、お腹が空いたの。何かすぐに食べられるものを作ってよ。今日の授業は午後からだから、早く食べて寝たいんだよね。ごめんね、リナちゃん。実は私、熱があって動けないの。は？昨日の夜から頭痛もひどくてね。今朝起きて熱を測ったら38度もあって、今日は一日寝ていたいんだ。悪いけど冷蔵庫から適当に食べてくれる？ふざけんな！私は今無性にカレーが食べたいの！早く起きて私のためにカレーを作って！嘘でしょ？高熱の人にカレーを作らせるなんて。それが終わったら洗濯物よろしくね。私の部屋に溜まっているから取りに来て。また部屋に溜め込んでいたの？脱衣所に置かれてないものは知りません。居候中はちゃんとルールを守ってよ。うるさいな。こっちは朝帰りで疲れているの。つべこべ言わずに黙ってやれよ。それが専業主婦の仕事でしょ。もうりなちゃんたら。でも今は体調的に難しいの。熱が下がったら洗濯するわね。そんなの待てないわよ。今日は大学の授業終わりにサークルの集まりもあるの。しかも珍しく憧れの山口先輩も来るらしいんだよね。一番お気に入りの服を着ていきたいの。そんなこと言われても私は動けないし。あんたの体調なんて知らないわよ。私がやるって言ったらおとなしく従いなさいよ。そんな。あ、そうそう、それと今日の午後の授業で提出しなきゃいけないレポートがあるの。それも私が寝ている間にやっといてくれる？レポート？それはりなちゃんがやらないとダメでしょう。でも今すごく眠いし、飲み会からの遅帰りで全然頭回らないんだよね。これじゃまともなレポートも書けないし、美咲さんに頼むしかないの。いや、私も高熱でヘロヘロなんだけど。言い訳しないでやれよ。可愛い義妹は困っているんだからさ。レポートの締め切りに厳しい教授なの。私の卒業の単位がかかっているんだから絶対にやってよね。そんな。あー、ダメだわ。空腹よりも眠気だわ。それじゃあ私、自分の部屋で仮眠を取るから、言われたことを全部やっておきなさいよ。それじゃあ、おやすみ。ねえ、大輔、私も限界だわ。今すぐりなちゃんとの同居を解消して。え、どうしたんだよ。前から言っているけど、もう耐えられない。りなちゃんのわがままっぷりには飽き飽きよ。いつも私を見下して、家政婦のように扱って、体調不良だって言っているのに、私にいろいろと押し付けるのよ。またまやそんなこと言った。りながそんなことをするわけないだろ。え？りなは昔からお姉ちゃんを欲しがっていたんだ。それでつい、美咲に甘えたり頼ったりしちゃうだけ。そんなあいつを邪気にしないでくれよ。38度の高熱で寝込んでいる時に、家事や大学のレポートを押し付けられたのよ。それを頼っているっていう？え、そんなに熱が上がったのか？何を言っても黙って言うこと聞け専業主婦だろって、もう話にならないの。だからもうりなちゃんをこの家から追い出して。私もあの子と一緒に暮らせないよ。そんな冷たいこと言うなよ。りなの言うことは一理あるしさ。え？だってお前は実際に専業主婦だろ。外で働かない代わりに家のことやるのがお前の仕事だ。居候中の義妹の世話をちょっと見るのがお前の仕事じゃないのか。そのちょっとの範疇を超えているのよ。仕事で忙しい大輔の支えになればと思って家庭に入ったの。あくまで二人の結婚生活をうまく回していくため。りなちゃん専属の家政婦になるために仕事を辞めたんじゃない？それは分かっているよ。美咲は専業主婦になってくれて俺はすごく助かっているし。あー、昨日の弁当もすごく美味しかったぞ。同僚の人にも褒められたし、機嫌直せって。私は機嫌が悪くて八つ当たりしているんじゃないの。りなちゃんに困っているから助けてくれって頼んでいるの。妻の仕事が家のことなら、そんな妻を助けるのが夫の仕事でしょ。ったくなんだよ、人がせっかく励ましてやろうとしてるのに面倒なこと言いやがって。お前がもっとしっかりしていればいいだけの話だろうが。何ですって？お前が完璧な専業主婦だったらりなだってわがまま言わないよ。つまりお前が全部悪いんだ。
家にいるだけのくせに体調管理もできないなんて情けないやつだな。そんな、私が全部悪いって言うの？大輔まで味方になってくれないなんてひどいよ。ひどいのはお前だろ。正直言うと最近のお前はしつこいしうざいんだよ。いつもリナの悪口ばかりで聞いてる方はうんざりするんだ。そんな、家族の悪口を聞かされる身にもなってくれよ。ああそうだ、いいこと思いついた。そんなに気に入らないならお前が出ていけば解決じゃん。なんですって？だってその家は俺が建てたし、リナは可愛い妹で俺の大事な家族。大学での一人暮らしが心配で両親が俺を信頼して託したんだ。そんな妹を追い出そうとする意地悪なお前が出ていけ。妻がこんな辛い思いをしても味方してくれないんだ。まあいろいろと迷惑をかけているかもしれないけどさ、あいつが大学卒業するまでのあと2年間じゃん。それぐらい耐えてくれよ。そんな、高熱があるならしっかり寝ておけよ。晩ご飯作るのもしんどいだろうし、今夜は飲みに行ってくるな。そう、わかった。それじゃあ私もゆっくりさせてもらうから。ちょっと美咲さんたら何しているのよ。交通事故にあったって聞いたけど本当なの？そうなの、心配かけてごめんね。緊急搬送されて入院することになったんだ。はあ、心配なんてしてないわよ。むしろ迷惑かけられて最悪なんだけど。え？お兄ちゃんから聞いた話だと結構な重症らしいじゃない。一旦いつ家に帰ってくるのよ。とりあえず最低でも2週間かな。怪我の治り次第だけど1ヶ月程度は入院になるかもって言われたよ。嘘でしょ。じゃあその間の家のことは誰がやるのよ。それは自分でやろうよ。はあ、洗濯もご飯も掃除も自分で？そんなの無理なんだけど。今すぐ退院して帰ってきて。なんですって？高熱で迷惑かけた次は交通事故なんて使えないわね。今週期限のレポートが5つもあるのをすっかり忘れていたの。あなたに手伝ってもらわないと間に合わないじゃない。それに家のことは専業主婦のあんたの仕事だし、だから今すぐに帰ってきて。え、この間も言ったけどレポートは自分がやらなきゃいけないことじゃないの。それにこっちは交通事故で入院中だっていうのに、それなのに心配もしてくれないんだね。ああ、心配したところで怪我は治るわけじゃないでしょ。いいからごちゃごちゃ言ってないで早く退院してこいよ。リナちゃんにとって私って何なのかな。ただの便利な家政婦でしょ。私昔から便利なお姉ちゃんが欲しかったの。お兄ちゃんのことは大好きだからなるべくわがまま言いたくないし、逆にわがままを何でも言っていいお姉ちゃんが欲しかったの。そっか。それじゃあ退院手続きよろしくね。すぐに帰ってきて家のことをやれ。専業主婦のくせに家を開けるとか許さないからね。他人の家には帰りません。え？ごめんね、リナちゃん。私のことをすごく頼りにしているところ申し訳ないんだけど、もう私たちは親族でもないし、ただの他人なの。だから、わがままを言うのももうやめてね。他人って何言ってんの？あんたお兄ちゃんの嫁で、私の義理の姉でしょ？他人の家とか意味わかんないんだけど。私ね、実は交通事故に遭う前に離婚届を出しておいたの。もう受理されているし、大輔の妻でもあなたの義姉でもないんだよね。え、離婚届を出したの？思い切って出してきてよかった。全く後悔ないや。ちょっと待ってよ。一体どういうこと？なんで離婚届を出しちゃったの？お兄ちゃんとそんなに仲悪かったっけ？離婚の話なんてしてなかったよね。仲は悪くないけど愛が冷めちゃったんだよね。え？大輔ったら全然妻の味方をしてくれないんだもの。リナちゃんとの同居のことを訴えても寄り添ってくれなくて、それどころか気に入らないなら出ていけって言い出したんだよね。だから言われた通り出ていくことにしたの。嘘でしょ。そんなことで勝手に離婚届を出しちゃったの？言っとくけど離婚届のサインは偽造してないからね。何年か前に大きな夫婦喧嘩をしたね。その時に勢いで彼がサインしたものを持っていたの。念のためずっと取っておいてよかったわ。それじゃあ本当にもうこの家には帰ってこないつもり？うん、退院したらどこかで部屋を借りて新しい人生を始めるわ。そんな、それじゃあ私の世話は誰がするの？これからこの家のことは誰がやるの？てめえの世話ぐらいてめえでやれよ、バーカ。なんでねよ、急に生意気な態度になりやがって。事故で頭でも強く打ったんじゃない？
し、一瞬これで人生終わりかと思ったわ。でもおかげで分かったの、言いたい時に言う、やりたい時にやりたいことをする、これってすごく大事なことなんだね。はぁ？というわけで私はこれから自分に正直に生きていくわ。それじゃレポート5つ頑張ってね。おい、美咲、どういうことだ？離婚届を出したってリナから聞いたけど本当なのか？ずいぶん前にあなたがサインした離婚届を使ったわ。不利もなく無事に受理されました。これでもう私たちは夫婦ではなくただの他人よ。あ、勝手になんてことしているんだ。お前は自分が何をやったのか分かっているのか？もちろん分かっているわよ。そもそも大輔が私に言ったんじゃない？リナちゃんとの同居が気に入らないなら出て行けって。だから私はその通りにしただけ。そんなの冗談に決まっているだろう。あれは売り言葉に買い言葉っていうか、本気にするなんてお前はバカか？バカで結構。何を言われてもあなたともう夫婦でいたくないの。そんなにリナとの生活が嫌だったのか？あいつはただお前に甘えているだけだって言っていたのに。この後に及んでそんなこと言ってるならやっぱり離婚して正解ね。いや、絶対に不正解だ。俺と離婚してこれからお前はどうするつもりなんだよ。専業主婦だから仕事も金もないくせに、しかも交通事故に遭って大怪我までして、俺と離婚して一人ぼっちで生きていけるのかよ。そうね、本当にどう生きていこうかしらね。実は何も考えずに勢いだけで離婚届を出しちゃったのよ。そんなことだろうと思ったぜ。そのうち冷静になって自分のしたことを後悔するぞ。お前は金も仕事もないんだ。勝手に離婚届を出したこと謝るなら今回だけは許してやる。あ、それは大丈夫。実は私はお金だけはあるからさ。え？財産分与として共有口座から半分ほど貯金をもらってきたの。そしてそれを全部使って宝くじを買ってみたんだよね。そしたらそれが当たっちゃったの。なんだって？しかもなんと1億円も。これだけあれば当分ゆっくり暮らせるよね。退院したら部屋を借りてゆっくり資格の勉強でもしようかな。仕事を探すのはそれからにするよ。あの本当に1億も当たったのか？見間違いじゃなくて本当なのか？何度も確認したけど本当よ。でもそのせいで交通事故に遭ってしまったんだけどね。あまりの衝撃に固まっちゃって、赤信号無視の車に気づかなかったの。そんな1億ってめちゃくちゃ大金じゃないか。贅沢しなければ一生遊んで暮らせる金額だぞ。確かにそれも一つの人生ね。働かずにどこかの田舎にでも引っ越そうかしら。それじゃあそういうわけだから元気でね。これからは兄弟仲良く2人で暮らしてちょうだい。ねえ美咲さん、お兄ちゃんから聞いたんだけど宝くじが当たったって本当なの？それは私にもくれない？はあ？ああ、勢い余って変なこと言っちゃった。違うの、もちろんタダでちょうだいとは言わないから。1日1回必ず面会してあげるから、その都度1万円はどう？着替えの洗濯は1回5000円でやってあげる。随分と高額なバイトね。いや、実はバイト先をクビになっちゃってさ。シフトはバックれるし、勤務態度も悪いし最悪って言われちゃって。でも今度憧れの先輩の誕生日があるの。バイトをクビになったせいでプレゼント代がなくて困っているの。それで私のところでバイトしたいってわけね。確か美咲さんって早くにご両親も亡くなっているよね。それでお兄ちゃんと離婚なんて天涯孤独じゃん。それで入院なんて頼れる人もいないし大変でしょ。だから私が看病してあげるからバイト代ちょうだい。結構よ。着替えの洗濯サービスが病院にあるから、ぼったくりバイトに頼らなくても快適な入院生活を送れるの。そんな、というか先輩の誕生日を祝っている余裕なんてあるの？単位募集で大学生活の危機なのに。え、単位募集ってどういうこと？実は昨日リナちゃんの通っている大学に連絡したの。リナちゃんが提出したレポートは私が手伝わされたもの。本人が作成したものじゃないのでご確認お願いしますってね。やっぱり事故の時の頭を強く打ったのかしら。急にいろいろ吹っ切れてどんなことも勇気が出るんだよね。ふざけんじゃないわよ。だからってなんで大学にそんなこと作るのよ。私なりに罪悪感もあったんだよね。面倒だからリナちゃんの言いなりになってやっていたけど、やっぱりこんなのダメだって分かっていたし。でも大学側が寛大に許してくれて嬉しかったわ。
勇気ある連絡をありがとうございますって言ってくれたし、ああこのタイミングで大学から電話が来たんだけど、しかも教務課、その次は教授から、これ絶対にそのレポートのことじゃん。昨日連絡したから1日かけて確認が終わったのかしら。やばいやばいやばい、これどうやってごまかしたらいいの。なんとか私が作ったって言い逃れできる方法はないかな。っていうかもしバレたらマジで大没収なの。それを聞くために早く電話入れなよ。それじゃあ私はこれでなんとか許してもらえるといいわね。りなちゃんは大学側に呼び出され、本当に自分で書いたのか確認するために口頭でレポート内容を説明するよう言われたようです。もちろんりなちゃんが答えられるはずもなく、すぐに不正が認められ単位を没収、停学処分になると、ご実家のご両親はお兄ちゃん夫婦がいながらなんでこんなことにと怒鳴り込んできたそうです。そしてそこで私の離婚を知ると、ご両親は大輔にも、このバカ息子、お嫁さんを何だと思っているのとぶち切られたそうです。一方りなちゃんは実家に強制送還となり、停学が明け毎日片道3時間かけて大学に通っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。